どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は失われた D というテーマで考えてみたいです。よろしくお願いします。まずここまで僕ゆでろんは、ワンピースはそのタイトルの通り、すべてがパズルのように構成されていると考え、登場人物たちの表裏一体やヒントキャラといった一つなぎについて考え、ルフィとサンジの表裏一体の関係やイム様の正体などを考察してきました。そしてタイトルロゴにもパズル的な要素があると考え、ひっくり返してみたりしました。次にこちらの動画では話数の語呂合わせにもパズル的な要素があると考えました。例えば42話でルフィは音楽家が仲間に欲しいと話していましたが、42話の話数の語呂合わせは死人になり、その後ぴったり400話後の442話では死人である音楽家ブルックが仲間になっています。他にも66話のタイトルは「神殺した槍」ですが、66といえばジェルマ66であり、ジェルマの王サンジの父親のジャッジは槍使いでした。サンジとジャッジは過去に決裂しており、これが66話「神殺した槍」に通じるのです。また325話のタイトルは「フランキー一家」ですが、この時まだフランキーは登場さえしていませんが、325話の話数の語呂合わせは「サニー号」です。この回はメリー号を修理するために空島の宝を売却していますが、その金は後にサニー号を作るための素材、宝珠アダムの軍資金となります。さらに変わった語呂合わせで言えば、イム様が空の玉座に座った908話の語呂合わせはクオバディス。クオバディスでしょう。クオバディスとは聖書に出てくる聖人よ、あなたはどこへ行くという意味です。つまりイム様よ、あなたはどこへ行くというなかなか崇高な語呂合わせになっています。このようにワンピースは人物やロゴ、話数までもがパズルのようになっていると考えるのですが、今回はそのワンピースというタイトルそのものについて考えてみましょう。ワンピースという名前の意味は、作中でも言われているように一つなぎの大秘宝という意味で使われていますから、一つなぎという意味です。しかしワンピースにはもう一つ意味があります。それは一かけらという意味です。パズルのワンピースですね。一つなぎについては割と多くの方が考察していますが、もう一つの意味である一かけらの方はあまり考察されてない気がします。今回はこの一かけらに注目しましょう。ワンピースにおける一かけらとは何か、いきなり結論から言いましょう。それは D です。ワンピースというタイトルには D が足りない、失われているのです。ワンピースを Google で翻訳してみましょう。ここに D という1文字を頭に追加します。するとワンピースはドンピースになり、それは完成品という意味になります。ドンはドゥの過去形なので完了したという意味ですから、ピースと合わせるとピースが埋まって完成品という意味になります。つまりワンピースの世界観を合わせると完成された世界という意味になるでしょう。逆に言えばその完成された世界から D という一かけらが失われてワンピースになっているわけです。これこそがまさに失われた D ですね。作中で D というものが注目されたのは、ドクター・クレハの生きていたのか D の意志はというセリフです。ここで初めて我々は海賊王ゴールド・ロジャーが本当はゴール・D・ロジャーであると知りました。ご存知ように世界政府は D を恐れ、ロジャーの本当の名前を隠蔽していました。これはトラファルガー・ローも同じです。ローの本名はトラファルガー・D・ワーテル・ローですが、 D を隠して生きています。それは今でもです。141歳のドクター・クレイハのセリフから分かるのは、22年前に処刑されたロジャーがある意味最後の D の意思だったということでしょう。有名な海軍の英雄モンキー・D・ガープがいるのにです。これはどういうことでしょうか。つまりドクター・クレイハが言いたいのは、生きていたのか D の一族はではなく、生きていたのか D の意思はです。それでは D の意志とは何でしょうか。まず前回の動画では、 D とはドーン、夜明けの頭文字であり、 D の能力は時代の夜明け、つまり時代を終わらせたり新しい時代を始めたりできる能力だと考察しました。さらに D はまた嵐を呼ぶというローのセリフから、 D は夜明け以外にも嵐も呼べると考えました。ここで言う嵐とは、周りの人を巻き込んで味方につける能力のことです。 D の能力はこの2つで決まりだと考えていますが、それでは能力ではなく D の意志、思想とは何でしょう。これは元天竜人のロシランテがヒントをくれました。神の天敵、神を仮に天竜人とするならば、お前たちの目的はこの世界の破壊なのかもしれない。だがドフィーの目指すそれとは全く意味が違う。 D には神に相対する思想があるはずだ。つまり天竜人の思想を考えれば、必然的に相対する D の意志、思想がわかるはずです。天竜人の思想とはやはり支配でしょうか。支配と相対する思想といえば、ルフィのセリフ、支配なんかしねえよ、この海で一番自由なやつが海賊王だ、です。これはロジャーも同じようなことを言っています。人は自由の答えを求めると。つまり D の意志とは自由の答えを求める意志という意味で良さそうです。これならば海軍の犬となってあまり自由を求めていないガープの存在を、ドクター・クレイハーが D の意志だとは認めていない理由に納得がいきます。 D の意志を自由の答えを求める意志とすれば、ロジャー・ドルフィーはもちろん黒ひげやジーベックにも当てはまります。この自由の答えを求める D の意志は、ロジャーが処刑されてルフィが冒険に出るまでの22年間失われていたのでしょう。世界政府はとにかく D をこれまで隠蔽してきました。それが最もわかるのは96巻968話、ロジャーたちが最後の島ラフテルに到達した後のロジャーとレイリーのやりとりです。
そこでレイリーは号外を読みながら、富、名声、力、すべてを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。ロジャーはゴールディ・ロジャーだ。レイリーは、今となっちゃ世界政府がそうやってお前の名を隠す理由もわかる。レイリーは52巻507話で歴史のすべてを知ったと語っていましたから、ラフテルで知った空白の100年に関わる歴史に D が関係しているのでしょう。そして注目すべきは968話の話数の語呂合わせです。968話、968の語呂合わせはクローバー、クローバーでしょう。クローバーといえばオハラの天才考古学者クローバー博士です。クローバー博士は死に際に五老星に対しある仮説をぶつけていました。ポーネグリフを解読していくと、文献に浮かび上がるのは失われた巨大な王国、その存在と思想こそが世界政府の脅威なのではないかという仮説です。そしてかつて栄えた王国の名はとクローバー博士が言いかけた時、ドーン。これはひょっとすると王国の名はドーン、つまり夜明け、ドーン王国なのでしょうか。つまり D の一族が栄えていた王国でしょうか。ルフィが生まれたのはドーン島ゴア王国ですが、こちらの関係性は別の動画で行いましょう。とにかく96巻968話、クローバーの D が失われた話とクローバー博士がたどり着いた失われた巨大な王国が語呂合わせのパズルでつながりました。それでは次に800年前に失われた D の王国とはどこにあったのでしょうか。考えられるのは大方の予想通り、島一つを消し飛ばす古代兵器プルトンの存在とエニエスロビーの大穴でしょう。多くの人の予想と同じように、僕ユデランもエニエスロビーに巨大な王国がかつて存在したと考えます。それを裏付ける要素の一つがエニエスロビーという名前です。エニエスロビーは作中でも英語でエニエスロビーと書かれていて、綴りは確定しているのですが、その意味を Google でエニエス意味、エニエス意味などと検索しても出てきません。つまり小田先生の造語だと思われますが、とりあえずロビーの意味はわかります。ロビーとはホテルのロビーや待合室、議会の建物のロビー、議員に対する圧力団体、国会議事堂の投票室などといった意味なので、地方の島のイメージそのままです。問題はエニエスの方で、こちらが造語なのでしょう。それはどんな造語なのか、検索しても見つからないエニエスの意味とは。ここでユデロンは再び D を使います。ワンピースという一かけらに D を足したらドンピース、完成された世界になったように、エニエスにも失われた D を足してみましょう。するとデナイス、それは拒否、拒む、動かす、否定する、デナイスです。エニエスロビーに D を足すとデナイスロビーになるのです。そのイメージとはつまり D を拒否した圧力団体なのでしょう。D が栄えた巨大な王国を滅ぼした跡地、それこそがエニエスロビーの正体だと考えます。これは旧約聖書の神の裁き、天の火によって滅ぼされた都と同じ名前のキングブル、ソドムとゴモラからもわかります。ソドムとゴモラが傷つけられた385話の語呂合わせは都です。800年前 D の一族が栄えていた巨大な王国は神の裁き、それはおそらく古代兵器プルトンによって消し飛んだと考えられます。その跡地に世界政府は D を拒んだ証としてエニエスロビーという名前をつけて四方の島としたのでしょう。それはもう一つ、嘘つきのウソップのセリフからもよくわかります。 D であるルフィが強敵ルッチにやられ死にそうになっていた時、現れた嘘つきのウソップはここが地獄じゃあるめえしと叫んでルフィを発奮させましたが、これはウソップが無意識に放ったある意味で嘘でしょう。エニエスロビーという場所はまさに地獄なのです。世界政府の神の裁きによって D の一族が豪華に焼かれて滅ぼされた地獄のような場所ではないでしょうか。今回は以上です。次回はさらにエニエスロビーの謎について迫りまくります。皆さんはどう思われましたか。ご意見や要望があればコメント欄によろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。